さんこんにちは、写真館の牧井大輔です、今回ですね、両国に新しくできましたピクトリコギャラリー両国、そこのね、こけら落としの、小沢大志くんの作品、写真展ナウル・ホライズンですかね、を見に、この両国にやってまいりました。駅からのまた道を皆さんにご案内したいと思います。よろしくお願いします。じゃあ本日は小沢大地君のナウルホライズン、はい、お邪魔しました。ようこそナウルホライズンへ。ありがとうございます。ありがとうございます。大先輩に来ていただいてちょっと恐縮しています。よく言うよ。さっき会ったじゃん。朝偶然会いました、ね、新宿で。新宿でこう携帯見てたら横に近づく人がいるなと思ったら大輔さんでした。嫌な気配を感じたね。はい、本当クマ注意です。ありがとうございます。今回の写真展の、はい、ポイント、内容終わっちゃったね。はい、お願いします。今回ピクトリコギャラリーがショップ&ギャラリーが両国に移って、最初の一発目の写真展ということで、やらせていただいております。ナウルのホライズン、ホライズンって、地平線ではなく今回水平線を、意識して、展示とかを考えてみました。水平線のみの写真、そして、空間としても水平線ということをイメージしながら、まあ、紙の大きさとかレイアウトっていうものを考えています。よかったらぜひ見に来てください。うん、はい、ありがとうございます。はい、あれでね、本当にね、ギャラリーも綺麗でね、はい、見やすい空間で。そうですね、なんか壁、白い壁だし、うん、初めてこう金槌やるのいいですね。あ、そっか、初金槌か。はい、まあ、実際にはフレームマンさんが担当していただいたんですけど、まあね、まっさらな壁で、ね、一発目ということでこけら落とし、はい、おめでとうございます。ありがとうございます、ね。いつまででしたっけ。22日、土曜日、ですね、11時から17時の時短営業になっていますが、よろしくお願いします。はい、ということで、小沢大志くんおめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、こちらの DM 日にちが、変更になっておりますが、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ずっと在庫していますので、お気軽にお声掛けください。